楽しく生きる高齢者クソジ,ジの YouTube チャンネルへ今日はコメント会社じゃなくてですね、珍しくこのタイトルのお話をしようかなと思います。以前やった動画でスターバックス。 で、イライダイさんのクリスマスソングがヘビーローテーションになって、あの、ひどい時には、えー、2曲に1曲。だからなんか他の曲が流れると、次その曲。で、またやったらまた次。ってなんか本当に2曲に1曲。本当に一時間に、だから5分だとするとね、12回だよね。そうすると6回流れるからね。結局7、8回ぐらい流れるんだよね。一 <laughs> 時間でね。で、とりあえずもうなんかクソだなと思って <laughs>、Bluetooth のヘッドフォンとか持ってったりとかなんかして、曲だからもう行かなくなったり。 とかねでもまあ食べるものがねあんまりないから行かざるをえないというか <laughs>。 たたりもしたんだけどでもやっぱりそうだねその最初の1週間とかはねやっぱなんかなるべく別のところに行こうとはした <laughs> なんか <laughs> あ,あとだから耳栓持ってったりとかした中で耳栓したりとかねなんかいろんなことしてだったんですよねでまあそれで1週間ぐらいするとさすがにだからその苦情かなんかでヘビーローテンションじゃなくなったっていう話の動画もしましたよね <laughs> なんかねなんですけどもその時にもともとはいい曲だしいい声だと思ってたんですよだから声もいいし英語の発音も日本人の ま音楽にしししててはちゃんとしてるしまあ最近そういう人多いですけども <laughs> まあだからあの洋楽だと思ってたんで,で洋楽の割にはも,ものすごくとメロディーがメロディアスな感じでもうめちゃくちゃ j p o p のメロディーだったんでああこうやってなんか日本人じゃない人がこういう j p o p のメロディーとかを取り入れてやってるのかなとかって <laughs> 思ったんですよねそしたらなんか日本人の方でで日本人の方がやってるってことはですねまあ以前も言ったみたいにあの増田聖子さんの「スイートメモリーズそれとなんかふわりがすげえ似てたりとかあと歌い出しのメロディー 一緒だったりとコード進行がすごい似てたりなのかなおし一緒なのかなちゃんと調べたことないけどもみんなみたいな感じでまああの思いっきりだからあのそれのパクリの出来損いみたいなこと言ってたじゃないですか、ね、でもまあねそのパクリねあんたに言われたなよって話でしょ。<laughs> 私に、あの、赤島さおに。<laughs> なんで、まあ僕はね、そういう言えたぎりじゃないっていうか、まあだからうまく、うまくパクってるなと思ったんですよね。だから本当に。だからまあね、パクリの専門家としては。<laughs> なんでまあよくできてるっていうか、まあだから本当に好きだったし、いい曲だったし、いい声だとは思ってたんですよね。それがなんとですね、その一週間後とかに、なんかね、それ、あの、いろいろお店の人に苦情とか、苦情じゃないんですけどね、これ、<laughs> なんか辛くないですかとかって、いつまで流れるんでしょうね、みたいなそんな話をしてたら、いや、これでもなんか CD が配られるからとかって、CD ってのは 確かなんか74分ぐらいかなそれぐらいがまあ限度なんで、まあ、それサンプリング周波数とかあのビット数とかそういうので決まるんですけども、まあ、おそらくだから441のまあえっと16ビットとかだと確か74分ぐらいだったような気がしますねもう最近だから CD なんか全然使わないからもう10年以上使ってないのかなわかんないけども1回スタバに行くと大体まあ30分ちょっとぐらいいる、まあ、1時間ぐらい,い,るというの時もありますけども、まあ、それぐらいはいるんですけども必ず1回はかかるんですよね そこでだから1回かかる分には全然問題ないし1時間おきにかかっても何ともなかったんですよなんだけどねなんとね嫌いになってるんですよ大嫌いになってんのその曲がもう歌い出しのメロディーの声聞いた瞬間にもう帰りたくなるっていうかもうそこにいたくなくなるっていうヘビーローテーションだからその,その1週間前っていうかまあだいぶ前だ半月ぐらい前。 でその2曲2曲かかった時,そん時にすっかり嫌いになってたみたいで、それもよく気がついてなかったんだけども、今気がついたのね、それをね。だから 一回来た時に一回だけかかるっていうところでむちゃくちゃ嫌いになっちゃった。もともと好きだったのにね、めちゃくちゃ嫌いになっちゃったんだよね。だからその時だけ、あの、Bluetooth のヘッドホンしたりとか、なんか一回外出たりとか、トイレ行ったりとか、大体ね、あの、一曲なんて5分ぐらいしかないから、なんかとりあえずちょっと行ってまた戻ってきたりとか、とりあえずもう絶対聴きたくないっていうふうにもともと好きだったのにね、<laughs> っていうのがあったんですよね。で、その時に気がついたのが、このあのタイトルの話、その松本さんの偉大さが分かったってやつ。で、これはですね、あの、 シシャムムェードのドのリームスって曲これがまあ僕が関わってたんですけどもその曲がプロ野球ニュースって今でもあるのかなよく分かんないけどもそれのタイアップになってたんですよね。それでタイアップの話が進み 当たってプロ野球ニュースのスタッフの方とかまあその出演者の方とかとこうなんか飲み会みたいな感じちょっと食事会みたいなやつをやるっていうのがなんかあのソニーの方からなんかセッティングしていただいてでそこにだから長嶋一茂さんとかねそういう方もいたりとかしてでみんなでこう話をしてるっていうのででまああのシャムシェードのメンバーっていうのは割と体育会系の人が多いので何ていうかまあ全員体育会系なのかな,なんかさっき、ね、改めてウィキをちょっといろいろ調べたりしたんですけどもなんでまあすごいで だからまあ僕,は僕はもう全然だから話を聞いていればそこ,のそこでまあ音源とかになんか落とし込めばいいんで話聞いてるだけで全然よかったんですけどもそのメンバーはすごい盛り上がってて長島一茂さんとかとですごい盛り上がってそこでなんか「いやこれはもうなんかちょっともう一回ちゃんと作ろう」 っって言って言なんかなんとなく一応広報曲はあったんですけどもいやもうこれはちゃんと作ろうっていうことになって大汰君が作ったのがあの「DREAMS」って曲なんですよね。まあそうやってなんか意気投合とかするとまあタイアップってまあそういうもんなんですけども意気投合するっていうのはすごい一番大事でそれがだからタイアップっていうのはお金で買うものになってしまったからタイアップって終わってしまったんですけどもまあその話はまあ以前してるしまた今度もしようかなと思ってますけどもものすごい流してくれたんですよだからすごいいい曲っていうかまあどっちかっていうとだからそのスタッフのスタッフと一緒っていうかなそのスタッフ そのコラボの担当の人と同じ発想だと思うんですけどもいっぱい流せば流すほどいいって結局だからその自分たちがこの曲をしたいっていう気持ちがこう伝わるっていう風にしてまあだから当然良かれと思ってやっていただけたんだと思うんですけどもなんかヒットが出た瞬間か,かホームランが出た瞬間,瞬間かなホームランが出たら必ずずっと <laughs> ずっとって流れるみたいな,なんかそういうので僕はだからそれでわあすごいいっぱいかけてくれてるなと思って普通はなんかタイアップっていねなんかオープニングとねエンディングとか。 だけとかだったりするんですけどももうホームランごとにそれが流れるっていう それでわーありがたたいなと思ってたんでですよねでその時はその B’z とかがまだだからサポートあのベ,ーシスベースは弾いてた頃なのかなもう全然離れた頃なのかなよく覚えてないんですけどもなんかね松本さんとなんか飲みに行く機会があってでその時に「その今回のあのシャムシェードの曲って高橋君やってるの?」とかで「うんやってるよ」とかって「売れてる?」とかって言われて <laughs> まあそこそこは売れてるんですけども松本さんから売れてるっていうとまあね基本ずっと1位で100万で。 以上の時代だったんで、まあ、それからするとでしかもその2枚前の,あのシングルとかの,あの、えっと、3分の1の順調,順調な感じをそれと比べればまあ売れてないっていうか、まあ、今だから向きで調べたらまあもうほんと何分の1かぐらいの売り上げだったみたいなんでまあだからなんとなく松本さんの前では売れてるとはちょっとあの胸を張って言えないぐらいの雰囲気ではあったんで、うん、いやそんなに売れてないっつったらあ「やっぱりね」って言われて。 えで?」なんで言ったら「いや流しすぎだと思う」っつって言われたんですよその時に。うんで 僕その時全然意味わかんなくて、もう本当にもう最近まで、それこそだからその、えっと、スタバのなんか、あの、えラ平井大のあの、クソヘビーローテーションのおかげで気がついたっていうね。なんでね、もう本当に人生って面白くてね、そうやってなんか今まで全然、こう流しすぎってのが良くないっていうことに全然気がつかなかったんですよね。なんだけども、それがだから、スタバに行った時の、そのヘビーローテーで、すっかり嫌いになったっていうところで、ふと、 思いついたというか、思い出したというか、だから人生ってそういうもんなんですよね。だから、なんか言われたんだけども、よく、なぜかよくわかんなかったみたいなことですっかり忘れてるんですけども、突然思い出して、あ、これ松本さんが言ってたことだって、 思うんですよね。そういうことは、だからもう今回が初めてじゃなくても人生の中で本当にいっぱいある。まあ人生 <laughs>。なんか65年生きてるんで <laughs>。でもむちゃくちゃいっぱいありますよ、それ。よく覚えてるなっていう感じなんですけども、なんかその時にちゃんと思い出すんですよね。まあスピリチュアル系的に言うと、その全てのことは全部覚えてるんだと。その魂ではね。なんだけども、それがだからそういう健在意識では全部をこう、 意識はでできななないいというとうころなんんすけどもねなんかねか基本的にはかそうやってなんか適当にこう検索して出てきたりとかしてなんでねそこでまたねえ松本さんの偉大さがこう再認識できたっていうかあそういう意味だったんだはい。 ありがとうございますって感じですよね。なんでね、このクソヘビロテがね、えー、僕にとっては本当にだからもう勉強になったし、もうめちゃくちゃ嫌だったけど、そのめちゃくちゃ嫌なことっていうのも、これを気がつくためにそれが起こったんだっていう。まあそれでも今日もね、スタバに行って、流れた瞬間に外出ましたけど、<laughs> なんでその,あのレコード会社の方、あの,あのスタバの方、そうやって出たりとか、あの足が遠のいたりとか。 あとはだから嫌いになるなんか本当そのレコード会社の方はあのやばいと思いますよでもまあねすでに嫌いになってしまったんでしょうがないっちゃしょうがないですけどもまあそんな人が少なからずはいるだろうなという感じですはいえーそんな感じでねなんか面白い面白いっていうかね僕が言いたい話を言っただけなんですけどもごめんなさいどうもはいどうもえご清聴ありがとうございます